カール・マガリッジはオーストラリア・ニューサウスウェールズ州出身のオートバイレーサー。妻のイゾベルとの間に一難を持つ。2004年にスーパースポーツ世界選手権のタイトルを獲得、翌年からスーパーバイク世界選手権に参戦している。マガリッジは数年間モトクロスを経験した後、1994年にロードレースを始めた。 国内の 250cc シリーズで4位を獲得、翌年から鈴木で3年間世界中を転戦、主に 600cc のスーパースポーツに参加した。1996年には国内シリーズに参戦、続く2年間はイギリス選手権に参戦し、1999年には4位を獲得、その後スーパースポーツ世界選手権に参戦する。2000年は5位。 2001年は7位、2002年は14位、2003年は4位という成績であった。2004年には7勝を挙げ8つのポールポジションを獲得、シリーズを制した。天0トレーシングは2005年に投入台数を増やし、2003年のスーパースポーツ世界選手権チャンピオン、クリス・バーミューレンがチームメイトとなる。2005年はカールにとって厳しいシーズンとなり、 結果124ポイントで11位となった。2006年には背中の怪我でバレンシア戦を欠場した。第8戦のブランズハッチでは3位を構想したもののリタイアノーポイントに終わった。シーズンは123ポイントで12位であった。マガリッジは2007年のシートを失いチームからスーパースポーツ世界選手権への転向を打診された。彼は アルトエボリューションチームに移籍し、スーパーバイクに泊まり、ジョシュ・ブルックスがチームメイトとなる。ホームレースのフィリップアイランドではプラクティスでクラッシュし、レースに出走できなかった。イギリスでは9位からスタートしたがクラッシュ、その後レースは大雨のため、キャンセルとなった。チームは法律問題のためミサノ戦に参戦できず、ブルックスはチームを離脱した。曲がり地は、 ブルノからレースに復帰した。シーズンは62ポイントで16位という成績であった。2008年、マガリジは DFX トリームチームに移籍し、再びホンダを狩ることとなった。シーズンは2回の6位が最高となり、77ポイントで15位となった。2009年にはセラニ・スズキチームに移籍する。シーズンを通して悪戦苦闘し、 マニクールの第2レースで8位に入ったのが最高となり、最終戦には出走しなかった。今シーズンはまた、負傷したグレン・リチャーズの代役として、HM プラントチームからホンダを買って、イギリススーパーバイク選手権に出走している。2010年シーズン、マガリッジは、ホルツハワーレーシングプロモーションから、イドムスーパーバイク選手権に参戦している。開幕戦のラウジッツリンクでは、 ポールポジションと第1、第2の両レース優勝という結果を出している。第3戦のニュルブルクリンクでも両レースで優勝した。ありがとうございます。